皆さんこんにちはレック専任講師の横溝です今回は横溝プレミアム合格塾八期生はここが変わった全面リニューアルで改正民法対応も万全とをいうタイトルで約30分ほどお話をさせていただきます横溝プレミアム合格塾八期生のご紹介というようなガイダンスです最後までどうぞお付き合いください さて、えー、横溝プレミアム合格塾ですね、えー、8年目8期生ということで随分、まあね、長いこと続いている中上級講座ということなんですね。 もちろんこのガイダンスをご覧になっている方は2019年度試験を受けられてそして今回2020年度試験でリベンジを果たしたいというふうに考えていらっしゃる方だというふうに思っていますもしあの本当に初めて勉強するんだというのであればちょっとこの講座ではなくてねパーフェクトコースといわれる合格講座が入ったコースの方を検討していただければということにはなるんですけれどさて今回の8期生ですね やはり民法改正なども踏まえてということもあるんですが、リニューアルをしております。リニューアルをしております。まあ、従来と同じところもあれば、リニューアルしたところもあるんだよということで、何が変わって何が同じなのかというのを1つですね、お話しさせていただこうかなということなんですね。でえー、中に入っている講座ななどののラインンッププやです、ね、基本的なコンセプトというのは、 そそれははんんななに変わってはいないんですあのもう基本的なコンセプトというのでですね1つあるのがこれはレックの、ね、パンフレットの中の記載をちょっと前に写しているものですけれど例えばここのポイント2からいきなりいきますけれどここに書いてあるように、えー、知識力、回答力を徹底強化するというのはこれは今までもずっと、まあ、横溝プレミアム合格塾の言ってみれば もう立ち上げの時からのコンセプトってことになりますのでここはね昔から変わってないですやはりリベンジを図るといった時にうん回答力問題を解く力で問題ばっかりゴリゴリゴリ解く人がいるんだけど問題ばっかり解いても結局ですね知識に穴穴があったららそののは埋まらないのよだからそれはやはりインプットもしっかりやるっていうところもこれはもう一期生からずっと言ってきたことで。 でやはりそれがしっかりできるようになるからこそきちんとリベンジを果たしていくことができるということにもつながるんだと思ってくださいですから知識力強化回答力強化というような講座はプレミアム合格塾の要として今年もしっかり入ってくるということになりますそれからもう1つはやはりこれですね考える力の徹底強化ここも昔から変わってない大事な1つの看板ということになりますか。 まあ通学クラスの方であればあガンガン当てて答えてもらってということをやりますしそれから通信講座の方もそのガンガン当てて答えてもらっている動画を一緒に見てもらいますのでやはり記述対策も含めた考える力これをきちんと身につけることができるんだっていうのはこれはもう従来から変わってないところですね。で今回そこに加えて少し、えー、リニューアルをしたと。 いうことになるのがですね一つはやはり民法改正への対応というところで、えー、リニューアルをする必要があったという話なんですねやはり民法改正に関してはあこれはどういう状況の方であれですね知識力強化講座をしっかり受けていただいて知識の確認をしてほしいということをまあ、考えているわけですよ ですから今回は横溝プレミアム合格塾プラスというものと横溝プレミアム合格塾ってまず2種類用意したんですね、で2種類用意してその違いは何ですかと言いますとちょっともう少し講座の内容がわっと全部入ったページがあるんでそっちの方が分かりやすいからそれで見ていきますがこれ、ですね、えー、横溝プレミアム合格塾プラスと横溝プレミアム合格塾で総回数が違うんです。 でどっちも通学通信あるんですけれど、まあ、何が違うかというとですねここなんですねまず横溝プレミアム合格塾プラスは5費、まあ、を分ける2019年度試験もちょっと難しかったようね憲法,です憲法はやはり一からきちんと知識の整理をしてほしいということで。 横水のプレミアム合格塾プラスの場合は合格講座の憲法をまるまるくっつけるということただこれはあの通信メインでくっつけるということにはなるんですけれど、まあ、横溝プレミアム合格塾の中では合格講座の憲法をまるまる聞けるそれから知識力強化講座も民法だけじゃなくて行政法も一緒についてくる。 だから、横溝プレミアム合格塾プラスの場合は、やはり憲法、行政法も民法の改正と並んで不安なんだよね、やっぱりなんか、いまいちうまくいかなかったんだよねって方が、ぜひ受けてほしいものということになりますね。で、この行政法なんですけれど、まああの、民法が15回、行政法12回あるということになってるんですが、この12回がですね、 こちらを見ていいいただくとと分かりやすいと思います思まけれど実は行政法のこの知識力強化講座、まあ、通信のみなんですよ通信のみで教室実施はありませんだから <coughs> 自宅で見ていただくってことになるんですが今回ですねあの総論手続法不服審査法事件訴訟法自治法ということで国売、まあ、はあこの知識力強化からは除いてます。 覗いいていてこれは回答力強化講座の中でやるという形をとることにして、まあ、それ以外のところをインプットもう一回やっておこうというそういう発想なんですね。でこう回数で内容をきちっと分けることで自宅で勉強する時の勉強がやりやすいようにするということと実はこのそれぞれのですね総論なら総論の3回手続き法不服審査法事件訴訟法自治法全部そうなんですが実は各回が だいたい20分からまあ長くても30分ぐらいのユニットに分かれて取ってます。ですのであの短いものだと15分ぐらいで終わる場合もあります。あの全講座ユニットに分けてますので1回の講座のユニットが7から9ぐらい、えー、各回7から9ユニットに分けてると。 に分けてますですから1回のユニットは短いもんだと15分ぐらいで長いもんでも25分とか30分あるかなぐらいのものです。非常に勉強する時にそのユニットごとに分けて見ていくってことであれば自宅で勉強するにあたってもそこまで負担にはならないかなってそんなことを意識して分けてます。それから12回そうは言ってもねあの年内には全部配信されるわけです。 年内に全部配信されるから全部年内に、まあ、もしくは、ね、あの発表ぐらいまでに聞いてなきゃいけないのかなもちろん聞いててもいいんだけれど実は回答力強化講座の方ですね回答力強化講座の方も行政法を行政法で一括で全部がんとやらないんです。あの総論手続き法までとそれから不服審査法から自治法までっていうのを分けてやってきます。 前半6回後半6 6回回後っっててて形でで分けてやっていくんですねこれ、解答力強化講座の配信スケジュールを見ていただくと分かりますがあの行政法6回で終わっててでその後憲法を挟んでまた行政法が後半が来るんですね。だからあの少し細かく分けていろんな科目を同時に、えー、いろんな科目を同時ではないな交互にやっていくっていうそういうイメージですか。 これなんでわざわざこんなに交互に分けて、えー、分断してやっていくんですかってね、まあ、民法憲法行政法憲法行政法民法というふうになんでこんなふうに分けるんですかってちょっと不思議に思うかもしれませんがこの辺りはちょっと最新の脳科学などのお考え方を取り入れてですねやはりあの一つのことをうわーっとまとめて勉強するよりは少し細かく分けておいて交互にいろんなことをやった方が絶対学習効果は高くなるんですよ。 っていう話ですあの中にはね民法十何回まとめてやんないと気が済まないって人いるかもしれないけどあのそうやってまとめて勉強すると結局憲法とか行政法のこと忘れちゃうじゃない、ね。だったら細かく分けて何回も何回も出てくるようにしといた方がいいんですよ。その方が忘れないしまた触れる機会も増えるしっていうことです。ね、そういうよういよな意図を込めて あえてわざとこうやって分断して勉強するということができるような状態を作っているというところも今回、8期生で初めて取り入れてみたものということですこれ通学クラスも同じようなな状態になってます。 ねでえーまあ、とりあえず、まずはあの細かい改、えー、答力強化編のところの説明はまた後でするとして、えー、プラスとそれからあ横溝プレミアム合格塾で何が違うんですかと言われたら、あそれはですね今言ったように、インプットのところで、えー、憲法行政法まで入ってくるのかあ、それとも民法だけですね、やはり改正で変わる民法のところだけ、えー、しっかり勉強を、インプットはまずやっとこうということにするのかってところで、えー、分かれるという話だと思ってください。 それからこの民法に関してなんですけれど民法に関してなんですけれどこの民法についてはですねやはり改正点早く勉強した方がいいだろうということは言うまでもない話ですどうしても、えー、中上級講座ということになりますと開校がね、えー、2月ということにまなってしまうわけですよまあ、それはそれで仕方がないかな例えば、えー、とプレミアム合格塾の 解答力強化講座のですね、えー、開講というのは、まあ、ここに上がってますように2月の22日スタートということで発表後のスタートになるんです。でそれはそうなんですがやはり改正民法のことは早めに勉強しておきたいというニーズは当然あると思います。あると思うので実は、えー 総則物件のところだけなんだけど、まず何が変わったのかなって特に総則のあたりがあ改正点いくつかありますので、知識力強化講座ですね。はい、民法の一という、まあこれは総則物件です。総則物件については12月の21日に。 生込みでスタートすると。いうですね。プレミアム合格塾始まって以来、初の知識力強化講座の生実施っていうのを行います。あのまあ、ああまりこう負担にならないようにというスケジュールにしてあるから、飛び飛びのスケジュールになっているということと。それからあの横溝プレミアム合格塾プラスを受けている方は、まあ、場合によっては渋谷駅前本校に通ってくると。 もともとの憲法、合格講座の憲法も通学するということができますので、まあ、そこの日程とあまり重複しないようにということも考えて、このぐらいの時期にスタートする、で、全6回で、これは1回3時間ですが、総則物件の内容、一通りインプットをやってしまおうということを、発表前からスタートできるんですね、発表前からあスタートできるということになります。 まあ、どの道民法の改正は勉強しておいたほうがいいのは、これはあ合格をね、果たしてても果たしてなくても必要だってことになりますので、まあやはりこのお知識力強化講座のですね、えー、インプット編をお発表前から受けておくということは非常に意味があるかな、そういう話です。でまあ受けた後で実際合格していたんであれば、まあ、それはそれで、えーまあ、そこでね、一旦 事業を受けるのをやめればいいというだけの話ということになりますのでやはりその改正点についてですねあの、まあ、日程の関係上どうしてもこの民法の相続物件のところまでしか生講義では実施できずにでそれから債権家族法に関してはこれはあウェブまたは DVD での自宅受講ということになってしまいます。まあ、そちらはです、ね、いつ頃発送になるかというとう 実際3月10日に一斉に発送するということで受けられるような状態を作っていますですのでまあ半分だけ生講義ということになるんだけれどいち早く受けていただくことができるようにね、一部生実施もするんだというところは大きな変化 ですね、でもちろん、この生講義を収録したものを通信講座として、えー、民法のところでは配信をしていくことになりますので、まあ、順次、えー、その教材ができ次第のはあ配信ということで、まあ、ちょっと年内からは無理ですけれど年明けからすぐに勉強ができるように。 なっていますだから通信講座で取っている方にとっても比較的早めに勉強がリスタートできるという状況が作られているってところはちょっと注目しておいていただいたらいいのかなということですね。はいというので、でまずはその土台作りというところで知識力強化講座のところねそこがリニューアルされているというお話でした。 それからですね回答力強化講座回答力強化講座のところもこれは憲法、民法、行政法あるわけだけれど憲法、民法、行政法あってですねその回答力強化講座も変わってます、新しくなってます。何がどう変わったのかということなんですけれどこちら、数、まあ、学のちょっとスケジュールで、えー、説明をしてみたいと思いますが何がどう変わったのかというところをね えと通学のスケジュールを見ながらお話をしていくということに、えー、したいと思いますけれど、うん、例えば民法が2月22日からスタートするわけです。解答力強化講座は従来通りですねこれは問題を演習していく講座です。ですので1回に大体10問ぐらいかな10問から12、三3問の問題をお毎回解いていただくという形の問題冊子を、ね、お渡しして。 で生講義の場合は例えば奇数番号は家であらかじめ解いておいてもらって偶数番号は教室で時間をとって解いてもらってで家で解いてもらったら問題一番は即解説ですねでその時にはあもちろんその解説の問題の解説だけじゃなくて周辺知識までいろいろ当てながら聞いていくということも合わせて、えー、そこに 行わわれれるる話になるわけなけけんだけれどもそういった形でもう問題を一緒に解きながらその解説をしながら知識力強化講座で身につけた内容がちゃんと吐き出せるようになってるかどうかっていうのを確認していくっていうそういうタイプの講座なんですよ。で,6回までやるでしょでこれがあの回答知識力強化講座の6回までの内容とリンクしてくるということになるわけなんだけれどもそこまでやったところでやっぱりですね うん従来だとそのまんまあ後半のところも全部やって全十二回なら全十二回を一気にやってしまうっていうのが従来のパターンだったんですねで従来のそのパターンでやるとですねやはりうんちゃんと身についてないまんまどんどん事業が進んでいってしまうというような状況に陥る人が結構多いそこで今回はこんなものをおですね書く 解答力強化講座の終わりに入れたんです振り返り返編ってやつですこれでここまでの内容の復習をするまあゼミ形式の講座ですねですから徹底的にまた改めて当てながら、まあ、要はこの6回までの内容のまた総復習をする憲法も3回まで今言ったような形でやったらそこでまた振り返り編で総復習をする。行政法も お6回までやったら同じように振り返り返編憲法残りの2回3回やったらまた振り返り編そして行政法で後半やったらまた振り返り編とそして民法でも最後の民法やったら振り返り編ということでこうやっていろんな科目を細切れにしながらあーですね次々に。 勉強してていってそして、えー、それぞれの節目のところで「振り返り編」というのを入れて、まあ、あ完全なゼミ形式の確認講座というものを実施するそれによってより知識の定着をしっかり図っていくことができるようにするっていうそういったあです、ね、新たな試みを今回導入してますこれがプレミアム合格塾の解答力強化講座の方のね大きなリニューアルのポイントというふうに、えー、お考えください。 そしてその他の講座ということになりますとまあその他の講座のところは割と今まで通りのものが多かったりはします例えばオプションとしては、えー、商法会社法特訓講座や一般知識特訓講座の講義編というものこれは通信のみで配信するものとして、えー、今年もまた実施をいたします。それから それに対応する形での演習編ですね。えー、商法・会社法特訓講座演習編と一般知識特訓講座演習編というものも今年も実施いたします。それから過去問徹底解析講座および文章理解特訓講座もそのまま実施をいたします。そしてやはり民法改正というのがありますので改正された民法のところでの問題演習がきちんとできるようになっているかどうか、まあ、今まではですね パワーアップ演習講座というような言い方をしていたんですが、まあ、名称をちょっと記述60問解きまくり講座に合わせようかなというので、えー、民法卓越60問解きまくり講座という形にして全6回で、えー、こちら実施をすることになりましたこちらはあのー、演習講座ということではあるんだけれど、まあ、回答力強化講座と同じような形でやっていきますが、まあ、より実践力を高めるという意味で、えー、民法の改正民法に対応した問題を使いながら 演習力のの強化をををを図るために問題解解いいいててててもらっては解説をしてっは説しうのをやっていく、まあ、言ってみれば知識力強化講座回答力強化講座で学んできた知識をもう一度ここでしっかりと身についているかどうかの確認をするための講座ということになりますかね。まあ、そして、えー、民法の記述60問解きまくり講座、まあ、2019年度試験もね、えー、行政法はここから出ていたということになりますか。 あそして過去問ラストチェック講座、これは、まあ、従来通りということですね。あと模擬試験が入ってくるかな、あそのあたりです。あのですから、これ、横溝プレミアム合格塾プラスだと、これは憲法行政法からのインプットもしっかりできる、それから横溝プレミアム合格塾で、えー、参加される方は、あこれはですね、まあ、改正民法の内容をまずしっかり 把握する機会を持つということと、あとは今まで勉強した憲法や行政法の知識を、回答力強化講座やですねその他の講座できちんと身につけられているかどうか、忘れているところがないかどうかチェックするということになりますか、まあ、そういったことができるんだ、それぞれ講座には特徴があるというふうに考えてください。はい、えー、というので、今回、ですね、あのーまあ、民法改正初めての試験と。 いうことになるわけです。債権法それから相続法の改正の内容も初めての出題ですね。2019年度は結局相続法を結一問も出てなかったということになってました。ですからああては2020年度以降に貯めてるんでしょう。ですから2020年度試験ではドカッと出てくるというのはもう間違いないと思います。ですのでまあそのあたり含めてですね、えー、民法のところで、えー、民法の改正民法の知識を学ぶ機会を あれこれここ増やしていいるということとうそれから民法のみならず憲法にしても行政法にしてもよりきめ細やかなあアプローチができるように振り返り編というものを知識力強化講座の中にいや、うん、解答力強化講座の中に新たに加えたりとかそれから、まあ、知識力強化講座も民法の総則物件は、ね、早めにスタートできるように。 一部生講義で実施をするなどのリニューアルをしておりますあと行政法の知識力強化講座はあ各界を7から9ユニットに分けて短いユニットで勉強できるようにして自宅学習をよりやりやすいような状況を作ろうという工夫もしておりますそういったあ様々な工夫をかけながらですね今年も、えー、行政書士の中上級学習経験者向けコースのトップランナーとして えー、横水をプレミアム合格塾八期生、えー、開講させていきたいと思っていますので、しっかり勉強をしてですね、確実に二千二十年度で合格を決めたいんだというふうに考えているのであれば、一度ぜひ門を叩いていただければなということです。やはりあの八年間続いているのにはそれなりに理由もあります。それだけの実績もあります。自信を持ってこのカリキュラムを 使ってですね合格をを勝ち取っってててもらえると思って実施をしておりますですでから受けようというのであればあなたの方も是非真剣にこの講座に向かい合っていただいてそして2020年度の試験での絶対合格それをですね実現してもらえればなということです。 やはり2019年度の試験最後になりますが2019年度のの試験というものを見てくるとですねうん問われている知識そのものがすごく高度でというものももちろん中には含まれていましたがものすごい高度なところでの空中戦をやっているというよりはしっかり知ってなきゃいけないレベルの問題の知識をですね 次次から次へと繰り出してきてきただその問い方のところにいろんな工夫をして受験生を惑わせるというような仕掛けをいろいろ用意してくるっていうのが、まあ、これが2019年度の試験だったんじゃないかなと思いますだから問われている知識のところだけで見ちゃえばまあそんなに難しくないんじゃないっていう評価ももちろんできますがやはり。 総合的に見た時のその問われ方などを考えるといや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 これを難しくないとか優しいと言っちゃうのはちょっと違うんじゃないかなっていうそういう感想になるんだろうなと思ってるんですだからあー私たちが目指さなければいけないのはもちろんまずはその試験で問われる知識のより正確な理解ですねより正確な理解です。憲法のの判例の問題一つとっても その最後の結論のところだけではなくて途中で、えー、この立法趣旨についてはどう言ってたかとかポイントポイントきちんと授業の中で指摘していくポイントポイントをしっかり把握できてるかどうかっていうのはものすごく重要なんですよ。そこがきちんと把握できてるかできてないかで全然問題解く時のそのおアプローチは変わってくるだろうなということです。 まあ,あーね問題41番みたいに NHK の受信料の訴訟ですけれど、まあまあ2つク空くまではいいんじゃないのっていう問題もあります。ねそれが4つ埋まれば大したもんだけど別に4つ埋まったから受かるってわけでもないし、えー、そこ2つしか埋まらなかったから合格できないってわけでもないと思います。そんな1問できたかできないかで合否が決まるような試験ではないからね。だから。 そういった例えば見たことがなかった判例であったとしてもそれが出てきた時にやはりその中で空欄それでもいくつか埋められるものは埋めてあとは残りの42番43番という行政法の多種選択の問題の方でしっかりリカバーして合計で9つ埋めていくっていうようなやはり戦略的なアプローチができてたかどうかですね1個問題見てわーってなっちゃってそこでもう思考が止まってしまうという状況ではなく。 試験全体に対する戦略ってものがきちんと組み立てられていたかどうか組み立てていたんであればそれがベストパターンだったのかそうじゃなかったのかそこははっきりさせておく必要があります毎回言いますけれどやはりね2019年度試験真剣に合格しようと思ってあなたは勉強してきたはずです真剣に合格しようと思って勉強してきたんであれば 2020年の試験対策に伝えたい,いそこでも継続していくべきだと思われる良かった点というのも必ずありますもちろん改善しなきゃいけない点もあるでしょう、ね、なんか試験で結果が出ないとですね私はダメな人間だとかなんか全人格を否定されたような気分になる人もまあ少なくはないし真剣に望んでいたからこそそういう気持ちになっちゃうというのも分からなくはないけれどだけど 行政書士試験はあなたが持っている能力知識のその試験に対応するべき部分だけで評価してるだけですから別にあなたの全人格を否定しているわけではないそして11月10日2019年の11月10日の時の問題を解いた結果で評価されてるだけであってそこに至るまでのプロセスを全部否定しているものでもないです良かった点も必ずあるんですダメだった点もあるだろうけど ねどうしてもついついダメだった点ばっかり思い描いてですね、えー、落ち込んでいくっていうパターンが見受けられるんだけどそれはもったいないよね今まで良かった点は良かった点で再評価しなきゃいけないで駄目だった点はダメだった点で改善しなきゃいけない両方をバランスよくやっていく行政書士試験はバランスの試験ですからインプットとアウトプットのバランス法令科目と一般知識のバランスそしてリベンジをするならその お2019年度試験対策に向けて良かった点と悪かった点のバランスの取れた評価をするそれをお礎に2020年度試験でのリベンジを図るということこれが大事ですまだ,だこの動画をご覧だった段階でああそういえばそういうことやってなかったなっていうふうに今思いついたんであれば即実行してくださいねこの動画を見終わったら即実行ですすぐ その良かった点悪かった点書き出してみましょうそして、えー、自分の中で悪かった点だと思うところについてはいかにどう改善するか良かった点はそのまま継続していくその両方を上手にえバランスよくちゃんと引っ張り出してそれぞれ10項目ずつ書き出すとかねそういうことをちょっとやってみるといいと思いますはい、えー、ということで2020年度試験に向けてですね新しく生まれ変わった 横溝プレミアム合格塾8期生真剣に2020年度試験での合格を目指しているあなたの入門をお待ちしておりますぜひ検討していただいて通信講座通学講座での受講をですねしていただければなと思っていますまあいずれにしても2020年度試験に向けてリベンジを果たしたいと思って今この動画をご覧になってるんでしょうこの先どういう手段を選ぶにしても いろんな形でまたお会いする機会があると思います全力で応援をしていきたいと思いますぜひねリベンジしっかり果たしていこうね2020年でこの試験の受験は終わりにしましょうねいいですかあなたは合格しているあとはやるだけしっかり頑張っていきましょう はい、以上です、えー。ということで今回はあ「横溝プレミアム合格塾8期生はここが変わった」というタイトルで約30分ほどガイダンスをさせていただきました。お疲れ様でした